こんにちは、読書セラピストの井田翔吾と申します。本を語る人とつながろうテーマに札幌ゼロ読書会の運営をしています。またブログ、SNS やポッドキャスト等の発信活動を通して本の魅力や読書の素晴らしさを伝えています。今回紹介する本はシュー・ポンソンさんの夏覇者日記という一冊になります。こちら出版社は秋月園となっております。東京観光した際に日記の本を専門に扱っている日記や月日に行きまして、そちらで購入したうちの一冊になります。私はこのタイトルを見てすぐに内容がピンときたんですけれども、それはですね、夏覇者というのは、代表の島田純一郎さんが一人でやられている出版社です。で、以前紹介しました長い読書、みすゞ書房の中に週1回のアルバイトを一時期雇っていたという話が載っていました。その方が書かれた日記であろうというふうに想像しまして、間違いありませんでした。転職活動がうまくいかず、イベント等に参加をしていた夏覇者の島田さんのもとに周さんが、手紙を送ります。作業を見るだけでもというお願いをしたんですけども、週に1回の手伝いをするということになりました。島田さんは普段は一人で全てですね、書籍の編集から営業までを行われております。その営業にも同行されておりまして、今だとですね、画面を通してのやり取りが多いのかなと思うんですけれども、私も仕事で取引の先の方と連絡することはあるんですけれども、メールだけのやり取りの方が多いですし、電話をして、声が分かればっていうぐらいの人が多いです。書店営業をすると実際に読者に届くまでの動線が分かるようで、後日発送の伝票を書く際にもイメージがつきやすくなるということが書かれてました。この本でも感じたのが、やはり島田さんのその謙虚であり誠実な人柄っていうものを感じました。本は読まれない時代と言われながらも多くの本が出版されています。たくさん出版をして、その中で一部でもヒットしたら十分という考え方もあるそうです。しかし島田さんはそれを信じせずにですね、いい本を作るというところを大切にされています。いい本を作った後は読者や書店が判断してくれるまで待つという姿勢です。いいものをちゃんと作っていれば判断してくれるのを信じるということが大事だそうです。それだけに本作りに妥協するということは一切ないのだなというふうに感じました。著者の周さんは島田さんと働く中で多くのことを肌で感じていきます。印象に残ったところを紹介します。周君は人から好かれるからどんな仕事をしても大丈夫ですよというふうに島田さんの言葉を受けました。で、この島田さんの言葉の後押しを受けて、周さんも出版社を創業しました。私はこれから周さんの出版社であります秋月院の本も、秋月園の本も楽しみにしております。はい、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。運営している札幌ゼロ読書会は札幌市内のカフェと古本屋さんで開催をしております。開催条件につきましては概要欄のリンクからご覧ください。より多くの本好きの方とつながれるのを楽しみにしております。ではまた次回も楽しみにしていてください。読書セラピストの井田翔吾でした。